各地で停電や節電を余儀なくされています。ウクライナのシュミハリ首相は18日、ロシアのミサイル攻撃によりウクライナのエネルギー施設のほぼ半分が停止したと明らかにしました。10月以降、ロシアはエネルギー施設を狙った攻撃を繰り返していて、ゼレンスキー大統領は18日のビデオ演説で復旧に全力を挙げる考えを示しました。